このビデオではスイング中の手首の角度を意識してダフりを防止するための練習方法をご紹介します。皆さんこんにちは。本日のレッスンはダフりを防止するための練習ドリルです。ダフりをしてしまう方は手首の角度がスイング中にほどけてしまい、インパクトでこのような形になってしまう方はボールよりも手前を打ってしまってダフりが発生してしまいます。今回これを修正する練習ドリルは下半身を大きく開いてアドレスを作っていきます。このように大きく構えて重心を下に下げていきます。このようなアドレスで構えてください。このようにすることでこの手首のラインはいつもよりも角度がついて構えることになります。この手首の角度をキープしたままインパクトでボールを打っていきます。ここで手が伸びてしまえばまた同じくダフってしまいます。この角度をキープしたままスイングをできるように意識してください。それでは一度打ってみます。重心を下げて手首のここの形を角度をキープしたまま小さい振り幅で打ってきます。このように重心を下げて手首の角度をいつもよりも大きくすることで手首のキープを意識することができます。ダフりが出てしまう方、この練習ドリルぜひ試してみてください。以上で本日のレッスン終わります。三浦クラブの三浦です。たった10日間であなたのゴルフを格段に上達させるためのプログラムをご紹介します。ついに始動、絶対上達10日間プログラム完全無料公開決定。10日間レッスンで知らなきゃ上達できないゴルフの基礎を PGA ティーチングプロ竹内が徹底的に解説します。さらに77ページのゴルフナレッジ PDF をプレゼント。知らなきゃ上達できないゴルフの基礎テキスト77ページと1日1本10日間の計10本の動画レッスンを配信していきます。これでゴルフの基本は完璧です。ゴルフの基本をマスターすれば美しいスイング、キャップ、スコア、すべて手に入れることができます。登録方法は簡単です。10日間プログラム受講方法をご紹介します。 YouTube 左画面下に URL があります。こちらをクリックしてください。メールアドレス登録画面に進みます。テキスト77ページと動画10本を受け取りたいメールアドレスをご入力ください。以上で完了です。登録していただいたメールアドレスにメールが届きます。画面下の URL をクリックし10日間プログラムにご参加ください。3分以内にメールが届きますのでご確認ください。万が一届いていない場合は迷惑ホルダーに振り分けられている場合がありますので迷惑ホルダーをご確認ください。向上心あふれるあなたにはぜひ参加していただきたいプログラムになっております。期間限定募集となっておりますのでこの動画をご覧になったら今すぐ登録してください。あなたのご参加心よりお待ちしております。一緒にゴルフ上達に向けて頑張っていきましょう。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。